ブルーで乾杯。こびきブルーの雲海酒造の提供でお送りします。食欲の秋、いろんなものをたくさん食べたい、そんな方におすすめ。今回はデッチです。緑道公園のそばにある人気の居酒屋、店内は広々としたお座敷に一人でもゆっくりと過ごせるカウンター席が、豊富なメニューが自慢のお店です。今回ご紹介くださるのは池堂さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちら、はい、メニューが分厚いですね。ありがとうございます。何種類ぐらいあるんですか？今でだいたい300ちょいぐらいは、家族連れとか、あと、まあ、カップルだったり団体さんだったりコースとかもやってますんで。そんな中でもおすすめのメニューは何でしょう？こちらのガーリックシンプです。味付け的に白ワインとかニンニク、鷹の爪とかを使って、で頭もカリッと揚げてますんで、殻ごとバリバリいってしまえば。ではではいただきます。うん、最初にこのエビのカラッとした食感が楽しめます、はいはい、で身のプリッとした食感がこのガーリックのいい香りと合わさって美味しいですね。ありがとうございます。頭はバリバリ、身はプリッと、はい、楽しめますね、はい、デッチのこびきブルーに合う一品は何ですか？はい、豚軟骨と大根のトロトロ味噌煮ですね。豚軟骨はもう圧力釜の方で1時間に30分かけて、で大根の方もちょっとこれは別で食べていただきたいんですけども。わー、プルプルしてます。いただきます。おいしい。お味噌のコクがまたちょうどいいですね。お肉の旨味も存分に味わえますね。あ、本当ですか、うん、ありがとうございます。さあ続いては大根をいただきます。え、これ本当に大根ですか？大根ですよ。プニプニしてますね、はい、うん、大根じゃないみたい。この大根にまたしっかり味が染みてますね。 ありがとうございます。言わなかったら大根ってわからないかもしれない。いや、わからないです、はい、ではでは、ここでこびきブルーをロックでいただきます。うん、合いますね、はい、豚軟骨とこの味噌とこの大根がものすごくマッチしてると思います。試してみてください。お願いします。今回ご紹介したデッチのここでしか味わえない料理の数々、ぜひ皆さんも楽しんでみてください。それでは池堂さんもご一緒に、はい、今夜もブルーで乾杯。デッチで使えるお食事券3000円分を抽選で5名の方にプレゼント。詳しくは MRT 番組ホームページをご覧ください。お店の場所は大王町の交差点を赤江大橋方面へ、コンビニ向かいの看板が目印です。こびきブルーの雲海酒造の提供でお送りしました。